現在も語り継がれる忠義の物語。時は元禄14年3月14日。舞台は江戸城松の廊下。この場所から現在も日本中で長く語り継がれる忠臣蔵。獅子物語の全てが始まったのでした。播州阿公五万石の藩主浅野匠の神が吉良上野介の度重なる嫌がらせについに刃傷事件に及んだのでした。今までの遺恨覚えたるか。事件の知らせを聞いた時の五代将軍徳川綱吉は大喪を怒り、浅野匠の神に即日切腹が申し渡されました。我が主君浅野匠の神様が江戸城で刃傷に及ばれました。その知らせを伝えるべく江戸から阿公へ早駕籠が走り、江戸阿公が165里の道のりをわずか4日半で走り抜きました。この場所一通広場は江戸からの早駕籠を止め、井戸の水で喉を潤してから阿公城へと報告に向かったとされる場所でございます。播磨国阿公藩筆頭家老大石内蔵助は報告を受け城を明け渡した後、浅野家再興を幕府に嘆願します。その嘆願も認められず、吉良上野介への仇討ちを決意するのでした。知らせを受けてから1年10ヶ月後の元禄15年12月14日、大石内蔵助をはじめ47人の同志が主君の無念を晴らすためついに吉良上野介の屋敷に討ち入ります。2時間にも及ぶ戦いの末、明け方近く炭部屋で上野介を発見し、主君の無念を晴らしたのでありました。命をかけて亡き主君への忠義を尽くし、吉良上野介を討ち取った義士たち。えいえいおーえいえいおーえいえいおー。阿公義士の討ち入りは武士としての生き方を貫くことを決意し成し遂げたものです。そこに至るまでのさまざまな困難も、くじけそうになる仲間を励まし、まとめ導いていった大石内蔵助に人々は感銘を受けました。長い年月を経た今も語り継がれる医師たちの勇姿は光り輝いています。